まずは最高のスタートを切るために必要なピッチャーの観察について。全体です。全体、ピッチャー全体、こう頭から足までを全体的に見るイメージで、こうリラックスするためにですね、それもやっぱ一点に集中してしまうとこう入り込んでしまう、それをなくすように。多くの選手がピッチャーの体の中で最初に動く足元に集中する中、全体像をぼんやりと捉えるようにしているという。こうすることでリラックスでき、ピッチャーのわずかな動きも捉えられるという。ホームに投げると判断すると足を力強く蹴ってスタート、二塁まで一直線に走る、その姿勢に大事なポイントがあった。スライディング最後まで、歩道中も、頭浮かないで低く最後まで行くように、そこが一番やっぱ僕の中でも大事にしているところですし、やっぱり入った頃はすごいこう頭が浮いたりもした、ブレたり、目線がブレたりもしたので。左、右、左の3歩目でトップスピードに乗せるため重心を低く保つ。さらに本田コーチはこんな分析もしていた。切ってから前傾姿勢になって足のスライドは多分シュート自身は11歩で行くんですかね、僕は12歩だったと思うんですよ。リードした位置から二塁ベースまでおよそ24メートルを本田コーチは12歩で到達。周東は一歩のストライドが広いため11歩で到達することができる。綺麗なんで11歩でスライディングまでにたどり着けるんじゃないかなと思います。比較的全体的に走り方は綺麗ですし、盗塁に理にかなった走りはしてるんじゃないでしょうか。トップスピードを殺さないために大切なスライディング、実は左足と右足を使い分けていた。その理由とは、本当にあった方でその日の足の進み具合とかも道中でありますし、やっぱそこはあった方で、毎日同じわけでもないですし、こう疲れとかあって一歩少なくなる時とかもある、瞬間にもう体が勝手にこう反応します。体の状態によって二塁までの歩数が変わるため、たまたまあった方の足で滑っていたのだ。ただそれだけではなく、あるプロの技も隠されていた。衝動の動きみたいな、両方ともいけるのであればこう避けられる方でとは思う。ショートの動きとかセカンドの動きを見ながら、だいたいボールがだいたいどの辺に来るかっていうのが走りながら見えるんですよ。城下君のタッチを解剖した時だったんですよ。もうそれがベストです。そのシーンがこちら。タイミングはアウトだったが、タッチされる直前、右に避けながら滑り込んだ。一瞬スライディングしながら藤岡君の姿を見て右にポッて逃げたんですよ。スライディングしながら、そこが盗塁の技術でもありますので、彼にも自信が持てたんじゃないですかね。セーフになれたので。塁間およそ27メートル。盗塁に要する時間わずか3秒。その中で光る足のスペシャリストのテクニック。僕も試合スタメンで初めてまで半年経ってない、地区ぐらいしか経ってないので、まだレギュラーとは全然言われないと思う。もっとこう野球が上手くなった。